フェンダーテレキャスター新ラインはフェンダーの創設者レオ・フェンダーが1968年に開発したエレクトリックギターただし68年のものにはセニアラインとは表記されていないテレキャスターの流用ネックが使われているボディ部分をくり抜いて蓋をしたセミソリッドボディ構造デタッチャブルワンピースメープルネック構造またフェンダー社としては初めてボディに マホーガニーが使用されたモデルでもある。テレキャスター、ストラトキャスターとともに生産が中断されることが一度もなく継続されている。レオフェンダーはさらなるボディ軽量化を目指していた。新ライン登場以前はピックガードで隠れていたボディ部分をくり抜いて軽量化を図っていたが、あまり効果が得られず、ボディを大幅にくり抜く新ラインを開発した。レオは軽量化以外に 目的は持っていなかったが、フォローボディが生み出す独特なトーンを得られることになった。ちなみに、新ラインという名称は、老舗の有名ギターメーカーであるギブソン社の影響を受け、セミアコースティックギターの通称として一般的になっている故障を借りたものである。しかしながら、ギブソン社では通常のフルアコースティックのような厚みのあるボディに対して、 その半分ほどの厚さの薄いボディに、新ラインの名称を用いており、特にセミアコ構造のギターを指しているわけではないため、意図的なものか無知によるものかは不明であるが、フェンダー車の御用である。テレキャスターのボディを大幅にくり抜き、裏から板で蓋をするという構造になっている。ピックアップが乗る部分はくり抜いていないため、他のフォローボディのギターに比べて、ハウリングが起きにくくなっている。また、 ボディが軽量になっているため、ストラップを使って立って引くときに手を離すとネック側がその重さのために下がってしまう、ネック落ちという現象が見られる個体もある。ピックアップはフロントとリアにそれぞれ異なるものが搭載されている。フロントは細いボビンに金属のカバーを被せたものであり、ピックガードから吊り下げた形で取り付けられている。リアは カバーのない幅広のボビンでブリッジユニットから直接吊るされる。1972年以降に生産されたモデルは右の画像のようにオリジナルハムバッカーが2機搭載されている。ヘッドは6個の糸巻きを直列に並べたデザインシングルカッターウェイでセミソリッド構造。ボディには F ホールが片方だけ開いている。フォロー構造を除けば輪郭のデザインは テレキャスターと同じである。またピックガードの形状はテレキャスターとは大きく異なる。フェンダーのギターの傾向はシングルコイルを活かした立ち上がりの速い鋭く高音寄りの音であるがテレキャスター新ラインは通常のテレキャスターに比べてセミソリッド構造によりサステインは多少減るものの複雑な倍音を含んだふくよかで甘いトーンが特徴である。ありがとうございます。